ルミ、スタミナ、おばさん、アムアムワールド、アムアム、赤星マシマシ TV をご覧の皆さん、アムアムワールドです。アムアム。赤星くんがね、胆石をしてしまって、反応を痛めてしまったということで、そばのチャンネル、ヴィーガンラーメンのチャンネルをやってるそうなので、まあ、ちょっと赤星くんには、してろみたいな感じで、ちょっとね、酷なことするようだけど、やっぱりファンの方がね、やっぱ二郎系見たいという方も多いと思う。私もそうです。赤星くんの親友の私もそうなんです、親友、我々が二郎系ラーメンを食べて、その食べた動画をそのままもう赤星くんに渡して、これからやってもらうという策でございます。ちょっとまあ実際食べれないけども、これでナレーション入れてもらってね、二郎系ラーメン食べた気になってもらえればと思いますので、アムアムワールドからのお手紙と思って見てください。はい、どうも赤星、赤大輝、瀬尾、赤星マシマシ TP です。でいいんですよね。です ね, ね、はい、ということで今回おばさん、そしてアムアムワールドの皆さんがですね、渋谷にある千葉からに行ってくださったということで、あ、こちらですよ、スタミナさんとカルビさん、ね、行ってますね。撮影おそらくおばさんでしょう、ね、なるほど。まあ、千葉からはね、もう何回も、そう、僕らもね、何回も行ってるんだけど、実は僕マシマシ TV になってからは、千葉から初なんですよ。あ、そうなんですか。そう、あの頃は徳川家の末裔チャンネルで行かせていただいたんで、なるほどね、マシマシ TV として出すのは渋谷道玄坂は多分2年ぶり、なんかオープン日ぐらいに行ってるよね。あ、そう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 、その年のすぐに行ってるんでね、でちなみにおばさん、今回油そばの蒸し味ということでね、選択をしております。こちらです。あ、いいですね。大盛り全増しで豚生卵で、中にチーズが入ってるんですね、これね、ちょっと分かりにくいけど入ってますね。そしてカルビさん、同じく油そば蒸し大盛りの全増しの豚で、ございますね。生卵は別だ。千葉食いてんやつから。いや、そうなんだよな。千葉から、やっぱこの自粛期間とかもあってね。あ、そう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 、うん。スタミナさんがラーメン大盛りで全増しで、うわ、スタミナラーメンみたいに見えるけども、スタミナさんのラーメンです。あ、なるほど。はい。うまそうだな。美味しそうだね、このね。うん、豚ね。まあ、ちょっと皆さんが思ってることを言いますけど、はい、なぜ赤崎と瀬は行かないんだろう。そうね。行ってきてほしいですよ。行ってみてほしいですけど。今後お楽しみにということで。まあまあ、そうですね。はい、さあ、温泉卵がついてるんですね、油そばには、ね、こちらは一旦混ぜるだけのようです、ね、いきなりやっぱ食べ方とかも個性が出ますね。なるほどね。はい、そして豚くらいに定評があるおばさんね。豚が小さく見えるのはなんでなんかけらが小さかったんです。そうなんですが、豪快だな。マシマシ具合も、おばさんがでかいからね、小さく見えんだよ。あ、いや、まあ確かにそうかもしれない。胡椒いっぱいかけたんですか。胡椒おもろすぎるな今の。ちょっと食べるのに時間がかかってる、後悔したのかなと思いきや、まだやります。まあでもやっぱ甘めだからね。あ、そうだね、からそうだね、確かに、いきなりパンチを加えてもいいかもしれないですね。そして麺ですが、結構多いんですね、やっぱ千葉からってね、ミニ200、普通300、大盛り450で、特だと600ある、これ僕頼んだことないです、まだ。すげえ。はい、でまあ一口目温玉がね、こう絡んでまろやかになるんでしょう、でしょうね、まあ、全部僕だもん、そこでさ、はい、ベロ共有してるから少しずつおばさんから情報はもらいましたが、あ、もらいながら、いただいてないところもいっぱい、なるほど、書いてる。お、ニンニクシャワー、まあ、ラーメンよりも、ね、油そばの方がうつぶ溶けにくいんで、ニンニクをダイレクトにあの食っちゃうよっていうのが、ね、あ、はいはいはい、まあ、個人的に油そばはこれ食べたことありますから、うん、なるほどね、あの、うん、配信はしてないですから、はいはいはい、なので、大体容量を持ちながら説明して、あ、チーズもね、少しここで感じていると思います、うん、ニンニクチーズね。あ、いいです。さらに卵、そうなんですよ、生卵、なるほど、やつ来たんですよ、チャンスあるのかな、おばさんさんにもね、シャレンなんだよ、まあ、麺はジャブラスですき焼き、あー、でもめっちゃ美味しそうだな、豚卵にしてもね、美味しいんだけどね、まあ、序盤に一気に食っちゃうんで、おばさんは、ね、この時点でもありませんでした、ね、あ、やっぱスピードが速いですね、やっぱりね、スピードスピードがね、辛味ね、一味なのか七味なのか調査中ですが、僕は辛味使わないんで、貴重な映像ですよ、まあ、一味だった気しますね、一味かな、あー、なるほどね、あー、唐辛子が効く、ドロドロなんでね、辛味がギューッと一気に入ってくるんで、思いっきり作るとちょっとむせますよという、はいはいはい、中心にメガネのあり方あ、そういうこと、これでもずれやすい時は、あ、すげえ、スープ割りだ、そうそうそう、スープ割りあるんですね、これね、つけ麺じゃなくても使えますよ、これね、あの、とろみがあるんで、だしスープで最終的に薄めるとね、美
美味しくいただけるということですね。はいはいはい。さあ、そしておばさんはあら、ま、どうなんでしょうか。完完食でございました、うん、いや美味しそうだったな、うん、というわけでマシマシレベル久しぶりですね。いくつなんでしょうか。 88.96 です。おお、ちょっともう基準を忘れかけてるけどね。そうね。食いっぷりがすごかったっ。ハイカラレベルはどのぐらいですか。ハイカラレベル、このハイカラレベルは5とかでしょ。ハイカラではないでしょ。マシマシにバンカラか、バンカラレベル。どっちか。あ、まあ確かにそうかもしれない、そう、今その出ましたそばのチャンネルやってますけど、はい、そばのチャンネルって同じチャンネルだけど、同じチャンネルですけど、そばの動画もね、芝からさん、これ道玄坂店がね、うん、できる前までは、うん、そば千葉からという、ああそうですよね、そばのお店だったんです。千葉からの本店の2号店としておそばをここで出すっていうのでできたんだけど、なんかあんま響かなかったのか、うん、なんかあの蔵替えしたんでね、やっぱり千葉からになろうっつって、うんうんうん、だから俺も行けなかったんだけどその時、うん、過去の誰かが開けた画像を見るとね、かなりインパクトのあるそばなんだよね。海苔がわっさー乗っててね、はいはいはい、口惜しいっていう話。別店舗で今食べられたりとかもない。ないんですよ。あ、ないの。なるほどね。食べた人はちょっとコメント欲しい。どんなそばだったかっていうの。なるほど。レアよ。レアレア。3年4年前ぐらいの。4年前ぐらいも。だってうちらあんだけ無限大に行ってたのに。あ、渋谷にね。そう、渋谷無限大行ってたのに、うん、食べたよって芸人いなくない。そば千葉から食べたよってやつ。まあまあそれ以前にね、赤星当時ここから5分ぐらいのところに住んでたらなんで食わなかったんだっていう。いや確かに近くに住んでたんですよね、まあ、地元民だったね。でもあのそば食ったって報告しないですよね、考えたら。確かにあんまり。俺この前さそば食ったんだよって あんまり言わないっすよね。そもそも、いや、まあ、そばって結構なんか、俺この前そば食ったんだよ。いやそうだね、まあ、言わんか。あえ、まあそうやっぱなっちゃう、話題にならないのかな。かっこむもんだからやっぱり。ってなってくら替えをしたのかもしれないですけど。まあまあちょっとどうかわかんないですけど、まあ、そうですね、僕とね、瀬尾もね、あの二郎系はね、今後行ってね、行ったんですけど、王、はい、が出ないんでね。いや、ずっと来て行ってほしいお店があるんで、はい、それを教えてくれ。え、いいっすか、はい、あとはスケジュール次第よ。あ、そうですね、だそういう動画も今後出ると思うんでね。そう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 、はい、ちょっとそのピンチヒッターにお願いするかもしれないんで、わかりました。ひとまず今回、天山さんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。